加藤綾子の歴代彼氏がすごい。カトパンこと加藤綾子アナは抜群のスタイルと美貌で人気番組に引っ張りだこでした。注目されるがゆえ熱愛が報道されるたびに別れろコールを受けて悩んでいた。しかし実際に付き合っていたのは数人だったようです。一人目は片岡康之。2013年春頃に渋谷の焼肉店で密会デートをスクープされましたが、関係は長く続かず、報道があった時にはすでに破局していました。二人目は直人。2019年、週刊誌が二人の交際を報じ、所属事務所も熱愛を認めるコメントを出していました。二人の年齢のことを考えてもこのまま結婚するのではと言われていましたが、2020年に破局。コロナ禍でキャスターの感染や芸能人の不要不急の外出に激しいバッシングが起きる時代、二人は自然消滅に近い形で別れることになったという。恋愛で激しいバッシングに浴びたことがよほど応えたようで、周囲にはもう芸能人とは付き合わないとこぼすまでになっていた。3人目は年上の30代会社社長。2021年6月に電撃結婚を発表。交際期間は1年ほどとみられ、コロナ禍にあっておうち時間を過ごし愛を深めた。ようやく加藤は落ち着いた結婚生活を送っているようだ。